えー、日本が経済成長するには少子化対策などで人口を増やし人海戦術でいくか教育レベルを上げて生産性を上げるしかないと思うのですが、えー、投票権の過半数を持っている高齢者はなぜ経済成長を押し下げるような政治家を選ぶのでしょうか自分の子や孫の世代のために未来ある日本にしようと思わないのか仕切りたまれません、えー、まるでみすみのじいさんから種もみをかっぱらう悪党と同じに思えてしまいます。まあ、結局その 自分はあと10年20年しか生きないので自分だけが幸せでやればよかったいいよねって考える人が割と多いっていうのが現実だと思うんですけどただあの問題はその子供とか孫がいない人多いんですよね今。えっ、ー、とあの要は独身で一度も結婚してないっていう人の割合がだんだん増えてて。 今、50代で半分ぐらいいるんじゃなかったっけあの一度も結婚したことなくて、その子供もいませんっていう人。なんで、まあ、子供がいなければ、孫もいないじゃないですか。なので、そういう人たちにとって、その子供世代、孫世代とか、マジどうでもいいんですよ。あの赤の他人だしみたいな、俺死ぬしみたいな。っていうのがあったりするので、なので、その子供とか孫とかの未来って考えるのって、割とその豊かな人なんですよね。 その今でもあの結婚する人って大体ある程度の収入とあのがある人が結婚するんですけど逆にその,収入のないい人の,その結婚率っってめっちゃ低いんですよね、まあ、その要はあの結婚して子供を育てるのってお金が必要だよねっていうのである程度の年収のある人じゃないと結婚に踏み切らないっていうのがあったりするので。 なので結局そのある程度お金を持っている人がその子供とか孫とかの未来のためにって考えるんですけどそのあんまりお金のない人で子供も孫もいない人だったらそんななんかよくわかんない誰かの孫なんかより俺に金くれよっていう判断になるっていうのはまあ至極当然の考え方だと思うので考えとしては合理的だと思うんですよね。 なのでそ,のそういう考えの人が多くなってしまったというその人口構成の問題なんじゃないかなと思うんですよねその個々の人の考えが悪いとかではなくて。